会議所、延岡市、三北商工会の方々、そして
道内都市の福島県いわき市の方々が参加されています。お殿様に扮しているのは、延岡市側は旭化成株式会社延岡市所長竹本宗男様、いわき市側はいわき市長清水俊夫様です。お姫様に扮しているのは、2018年延岡若あゆるり坂本七海さんです。皆様、最後までゆっくりとご観覧ください。皆様、兄弟都市福島県いわき市の皆様によります大名行列でございます。九州大祭におきまして、延岡の皆様から温かいご支援をいただき、感謝の意を込めてこの行列に参加されています。新州侍はいわき市議会の古田副市長と商工会議所常務理事兼事務局長の小林さんです。お殿様はいわき市の清水市長です。警護侍はいわき市議会事務局総務議事課長の阿部さん、いわき市観光交流課主任司社兼都市交流係長の松崎さんの総勢5名のご一行でございます。いわき市と延岡市が兄弟都市を締結して今年で22年を迎えますが、今後ともこの絆をより一層深めてまいりたいと思います。ご一行の皆様に温かいご声援をお送りいただきますとともに、これからも引き続きいわき市へのご支援をお願いいたします。という3つ
のドラマを同時に触れられる唯一の場所です。皆様、ぜひお立ち寄りください。